あのー、今本当にね、えっと、豪雨ですかえー、が、まあ、全国各地で猛威を振るっているということで、え、ね、まあ、本当にね、あのー、どうしちゃったのかなっていう感じはすごいしてて、まあ、ちょっと真面目な話になっちゃうんですけど、あのー、まあ、災害災害がなんか毎年起きてないかなっていう、 でこれってここ数年の話だと僕は思っててじゃあ僕が小さい頃だとかうん10代の時とかってこういうのあったかなって考えて振り返ってみるとうん毎年はやっぱ起こってなかったかなって僕は思うんですよね。うん、でね今え今、ー、僕30歳になりましたけども ここ数年ですよ。あのー、本当にね毎年なんかこう災害がどこかで起きて、まあ、まあ特に雨ですよね、えー、豪雨ですよねで川が氾濫してしまったりとか土砂災害が起こったりだとか,だか毎年起こってるような気がしてで毎年義援金を募ってないかなってすごい思ってて。 これってじゃあ来年も続くんじゃないかな、再来年も続くんじゃないかなって、そう考えるとね、なんかどうしちゃったのかなっていうね、本当に、うーん、どうすりゃいいんだろうっていうね、それはすごい感じますよね。うん、すごい本当真面目な話になってしまうんですけども、うん、本当ね、うん、あのー、なんかね、東京にいると身近に感じないなって、あんまり、その土砂災害とかって、え思う。 と思うんですけど皆さんでも東京も実は去年すごい台風に当たってるんですよね例えばその窓が割れるぐらいの風の強さだったりとか、えー、雨もすごかったですしそれ去年のいつだったかな9月か10月だったと思うんですけどものすごい大変だったんですねうんすごいねまあ簡単に言えば本当怖い思いをしたんですよ僕も。 窓を荒れるんじゃねえかなと思ってえー、でそれが今ね九州とか東海地方で起きてるって考えるとやっぱりねこれは本当に一言じゃないなって、えー、思うんでねあの是非ともね、えー、まあ今んその災害が起こってからじゃあもう遅いとは思うんですが是非ともこの災害に備える準備っていうかねやっぱうん非常食とかお水とかね で今だったらもうやっぱり、えー、充電系ですよね。うんまあ、僕はやっぱモバイルバッテリーは本当に必需品なんじゃないかなってちょっと思ってますね。ぜ、う、ひ、ん、ともね、まあ、自分各々が考えるその災害への備えっていうのはぜひしていただきたいなと思いますし、えー、僕もね、えー、もう僕はモバイルバッテリー持ってますんで。 で、あとスリッパね、一応スリッパは備えてます。な、ま、ん、あ、でかっていうと、窓ガラスが割れた時に裸足で歩けないから、えー、一応スリッパはベッドの下に忍ばせてます。まあそのぐらいですかね。うん。まあ僕もまだまだ足りないなと思うんですけど、皆さんもね、ぜひ、えっ、ー、と準備はね、えー、怠らずにやっていきましょう。それでは行きましょう。大野高いのオーナレトリポン

はい、ということでございますけども、えー、まあね、ほんと今ね、僕、その、プロスピにはまってて、まあ、どんハマりしてて、えー、っと、なんかね、もうね、生活に支障をきたしちゃってるレベルなんですよね <laughs> もう。生活に支障をきたしちゃってるレベルで、まあ、何かっていうと、えー、っと、まずね、平日、僕、朝10、えー、違う、7時15分、 に起きるんです、ねまあ、何でかっていうと朝バイトがあるんですね、8時から。だか7時15分に起きると。で、その7時15分に起きてから、まあ朝飯食いながらそのプロスピやってるんですけどね、えー、スタミナをこう消費させるためにプロスピやってたり、いろいろイベントとかやってたりするんですけど、まあそれはいいんですよ、別に。まあ、そこはまだガチ勢とは言えないですよ。そこはまあ普通ですよ。で、生活に支障をたしちゃってるなと思うのが、土日 土日ってゆっくり寝たいじゃないですか。で、土日だと、その前日の夜やっぱ結構夜更かしとかしちゃうじゃないですか。明日、えー、仕事とかはね、まあ皆さんにとったら仕事とかね、で僕とったらバイトとかないし、えー、まあちょっと夜更かししても大丈夫だな、ぐらいな感じでちょっと夜遅くまで起きて、まあ、次の日ちょっとね、えー、いつもよりは遅い時間に起きるというのが普通じゃないですか。それがね、プロスピのせいで、えー、もう朝、 朝じゃないな、あれ。もう、例えば1時に、深夜1時に寝たとしたら、4時ぐらいにちょっとパッと目が覚めるんですね。プロスピやり始めてからですよ。パッと目が覚めるんですね。で、今までだったら、まあ、それは多分二度寝、みたいな感じま、まあ、た寝るとは思うんですよね。また寝るんですよいつ。いつもだったらね。4時に起きたら普通寝るだろうと。ただね、プロスピやってるとね、スタミナを消費したくなっちゃって、そっからプロスピやるんですよね、僕。<laughs> うん、プロスピやるんですよ、4時ぐらいからね、朝の。でね、もう寝れなくなるんですね。<laughs> プロスピやると目が覚えちゃって。なんならよ、なんなら、僕メインサブアカ両方やってるんで、メインサブアカ両方やっちゃうんですよ。<laughs> もうやばいっすよ、本当に。マジでやばいっすよ。スタミナを消費したり、イベントをこなしたりとかねや、やったりするの、人の2倍かかるってことですからね。2つのアカウントでやってるってことですから。 いやだから本当にね、ちょっとね、その土日寝不足になっちゃうというね、うん、生活に支障をきたしちゃってるっていう、うん、本当にね、プロスピって怖いですよ、皆さん。<laughs> <laughs> ぜひともねあの、僕みたいに沼にはまらないように、僕はもうね、沼にはまりました。はい、まあ、両方、メイン、サーバーか両方やってるという時点で、まあ、沼にはまってると思うんですけど、朝4時に起きちゃうのかね。 朝,に4時朝4時に起きちゃって、プロスピやり始めちゃって、もう本当、末期ですよ、これ、本当に <laughs>、えー。まあでもね、楽しいからいいんだけどね、うんプロスピめっちゃ面白いからね、ぜひともねその、まだプロスピやってないよって方いらっしゃったら、野球興味ない方でもね、一回プロスピやってみてほしいね。かなりハマるから、本当に、ここまでハマった気も僕ないですよ。 初めてですよ、こんなにドンハマりしたの。はい。えー、ぜひともね、皆さんね、プロスピおすすめしますんで。えー、まあね、あと僕、プロスピの動画ね、結構出してるんで、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。えー、ということでね、えー、曲いきたいと思います。えっ、ー、とね、まあ、冒頭でもお話ししたんですけど、準備の大切さを歌った曲を今から流します。えー、それでは聞いてください。大野隆弥で。準備って大切だよね準備 すごい大切だよね。

ありがとうございました。めー。聞いていただきました。音だけでね。準備って大切だよね。でした。ありがとうございました。まあ本当大切ですよね。うんあ。ふざけなしで大切ですよ。ちょっとこの歌はふざけてるけど。ふざけなしで大切ですからね。ぜひともね、えー、準備を怠たらずにしてください。よろしくお願いします。では、イン肉行きましょう。ううえっと、まあね、えっと、最近ね、そのプロテイン、えー、飲んでるんですけど、 プロテインを日本製製からアメリカ製に変えたんですよあのめちゃめちゃなんか筋肉マッチョ、なんほんとマッチョになりそうな感じのプロテイン買ったんですよ。そしたらね、2日、2日で下痢になって <laughs>、うん、あの、ほんに全然そのプロテインがんあの合わなくて、2日しか飲んでない、2日分しか飲んでないから、まあそれも怖くて飲めないですよ、そのプロテイン、アメリカ製の。 ぜひともね、プロテイン欲しい方、えー、僕にね、DM ください。送ります。<laughs> はい。これ多分ね、あの、まあそのね、なんで2日で、あのー、やめたかっていうと、2日連続そのプロテイン飲んで、えー、お腹下してんですよね。で、プロテインやめた途端、お腹下し、下すのが治ったんですよ。だプロテインのせいじゃないかなと思ってて、そのアメリカ製のね。えー、だからぜひね、その、 まだいっぱい待ってるんで、僕今、プロテイン。まあ、あの、プロテイン欲しい方、もしかしたら、あの、お腹下すかもしれませんけど、皆さん。<laughs> まあね、僕が合わなかっただけだと思うんですよ。賞味期限が全然切れでないしね。えー、だから、ぜひね、その、プロテイン欲しいよって方いましたら、DM に、あの、送ってください。あの、欲しいですって。うん あそしたらね、僕、あのー、ヤマトで送ります。<laughs> はい。あの、プロテインめっちゃ余ってるんで、はい。プロテイン、なんならシェイカーもつけます。<laughs> あ、シェイカーは、日本製にした、また日本製に変えたら使うからダメか。あの、アメリカ製のプロテインだけ送りますね皆さん。ぜひとも、 あの、かなりね、あのー、高タンパク質で結構ね、あのー、本当筋肉マッチにしたい方には、本当おすすめなプロテインなんですよ。ただ僕の、あの、体に合わなかったって言っただけなんで、ぜひとも欲しい方いらっしゃったらね、えー、ご一報ください。よろしくお願いします。えー、大野隆弘のオーナーライト日本毎週金曜夜10本目だにお送りしました。えー、お相手は吉本芸人大野隆弘が出めさせていただきました。ありがとうございました。 えー、皆さんね、あの本当に、えー、災害にはあ十分お気をつけください、えー。まだちょっと続きそうなんでね、十分気をつけましょう。それでは来週お会いしましょう。では最後に一言夢で会いましょうバイバイ